サブヒロインの台頭、青の箱、庭を見ました。ついに始まってしまった千夏とのドキドキ同居生活。千夏もフレンドリーに接してくるものだから大気も気が気ではない。なんだこの甘酸っぱさは。その一方でもう一人のヒロイン長のひなにもスポットが当たりました。こちらは大気の友達で新体操部期待の新人で注目もされている。ある意味千夏と似たようなところもあるヒロインです。そしてまた大気と違う部活のヒロインであることもやはり本作にとってはかなり重要なポイントと思え、競技は違えど一途に自分の好きなスポーツに打ち込み結果を出そうとする女の子たちの覚悟に大気も影響され、バドミントンの練習に精を出すという姿が描かれており、恋愛や好意でヒロインたちを意識すると同時にスポーツプレイヤーとして相手を認めている。部活模様も含めた青春群像劇として非常に締まった雰囲気がこれによって作られているなと感じました。仲良しのひなは大気の千夏に対する好意を知っている。大気はひなに千夏と同居していることを知られたくない。千夏は同居の事実を伏せたいということは大気とひなの仲を誤解し、なぜか練習に身が入らないとすでに三角関係の様相を呈し始めているのもたまりませんね。今のところひなは大気の恋を応援する姿勢ではあるようですが、しかし今回のお話ラストではバドミントン部のエースである2年の和牛先輩が千夏と親しきに話しながら下校する姿を見て大気がショックを受けて終わりました。まあ多分勘違いだとは思うんですけど、このショックを受けた繊細な感情がどのように描かれるのか楽しみでしょうがないです。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄に投稿してください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。